リベラジオ第6492回。今日は令和6年6月28日金曜日です。時刻は午前9時、雨の金曜日、街は白く煙って、そして前の森が雨に濡れていますね。一層夏が近づき、生命の躍動の季節となってきます。もう今日は6月の下旬ですね。来週は7月です。イベラジオ今回は水島社長に立候補の必要なし、こんなタイトルでお話ししましょう。田上候補の選挙戦に関して疑義を出してらっしゃる水島さんに対して、そんなこと言うんだったらあなたが出なさいよという、そういう声もあるようです。この夢ラジオのコメント欄でも、まあ、水島出ればいいんじゃないのっていう、そういうご意見もあるようですね。で、今回のテーマ、そんな必要ありませんよと、あるわけない。水島さんが今回お話しているのは、田上さんがお出になるならね、お出になるで、ちゃんと必要な手順を踏みなさいよと、使途不明金の説明しなさいよと、裁判でどうなってようと使途不明金のままじゃないだないかと、でそれを説明したとか不起訴になったからいいんだとかむちゃくちゃ言ってる人いますけど、使途不明金はそのままなんですよ。今もこれは裁判でどうのこうのは関係なしに、人から集めたお金、まあもらったお金なわけでしょ。しかも政治目的ということで、そのお金集めるときには水島さんもそのお金集めに協力したわけですよ。だから水島さん責任感じてるわけだ。自分も呼びかけた一人で集まったお金がむちゃくちゃな使われ方をしたと説明する必要あるじゃないですか。これ部下連れてきたは田上さんで、ご自身が責任者でもあったわけですよ。いや、僕はもうずっと自衛隊でトップのね場所にいたから、そういうお金のことなんか触らないしわからないんだよ。こんなもの通用するわけない。通用するわけない、そんなこと。説明責任があります。しかもこれ調べたらすぐわかるはずなんですよ。全部現金でやり取りしたわけではないはずだから。通帳に書かれてある、そこら辺の経緯は。それが出ない。で、そういう説明責任も果たさないし、謝罪もしない、反省もしない。裁判の時には反省しますと、もう二度と政治に関わりませんと首相なことを言ったから、まあ執行猶予程度で出てこれたけど、けれど有罪判決は変わりないわけですよ、結局はね。で、公正法で有罪判決、しかも1年を超える刑なんて、よほど重たい刑、これが下されたわけです、田上さんに対してはね。で、このことをどう説明するんだと、で使途不明金どう説明するんだと、ある時のその彼がね連れてきた部下へのその部下が行ったその公正法違反、謝罪しないね、彼らがやった、自分は無実だと、こんなんでいいんでしょうか。これが保守の代表でしょうか。で、水島さんそれを言ってるだけなんですよ。それを全部やるんだったらいくらでもお出になっていいし、何を主張してくださっても構わないけど、当時水島も関わったそのね、まあ不祥事もええとこじゃないですか。それについての謝罪も反省も説明もないまま、また同じところにシャーシャーと出てくるんかいっていう、これは水島さん当然のことで、そう思いませんか、リスナーの皆さん。で、そんな水島に、だったらあんた出ろやっていう、まあこれも無責任な話で、だからこういう話が出てくること自体ですね、レベルが高くないわけですね。新党クリバリは今都知事選に候補者を立てられる、そういう状況ではありません。やっぱり後発で参政党や日本保守党やいろんな政党が出てきて、かつては国盛りしかないかなと思っていた人もそっちの方に流れていってしまいましたので、例えば東京都知事選が今やってますけど、
昨年の大阪府知事選、ここまでは国盛も出してたんですよね、あの稲垣さんっていうあのお方を。けれど、もう全然ダメで、東京からポッとやってきた N 国党 の、 あのそんな人にも得票で負けたという、これはもう国盛としては出せる状況にない。水島さんは金がないなんておっしゃってましたが、水島さんが呼びかければね、都知事選出ますと、私水島ですと、ぜひこうなったら私も応援するんですけどね、確かにこうなったら私も応援するんだけど、それでお金が集まってもやっぱり出てもそんなに得票できんだろうと。で、水島さんが出たらまた核武装とか言い出しそうだし、核武装を都知事選で訴えて支持が広がるかって、まあ多分広がらないでしょう。場合によっては桜井にもドーンと負けちゃうかもしれないですよね、得票数で。だからまあ国盛としては出せる状況にないわけです。だからそれが分かっててですね、じゃあ水島出ろやと、まあ、よう言うはこういう人も。でそれが案外そういう声が多いらしくて、水島さんがね、その私は出られませんと昨日の番組でおっしゃってました。結局水島さんとしてはですね、今回の都知事選は最初から最後までもう嘘っぱちで、あのまあ奮発者でまともに考えるに値しないんだけど、かつて自分が関わったその人物が全く反省もないまま、自分は無実だって言ってまた出てき、しかもあろうことかその人を応援する改革庫保守改革庫都知の人たちがなんかそこそこいそうだという点で、それでいいのというふうに水島さんは言ってるんですよ。でそれは水島さんのそのご発言は正しいと私は思いますね。何よりあの10年前にお金ね、募金した人何人もいるでしょ、1億3000万ぐらい集まったってことだから。でそれ例えば1人が1万円あの寄付してたとしても、1万3000人ぐらいの人がしたわけですよ。もっと大口でやった人もいるかもしれない、もっと小口もいるかもしれないけど、その人らなんか声出さなきゃダメだよ。もうあの自分はお金預けて、あのお金がこんな飲み食いに使われて、で挙句の果てに5000万円はどこ行ったか分かりませんになっちゃいましたと、その説明もなければ謝罪もなく反省もなしにまた出たと。でそこにそれがなかったかのようにひょいひょい乗っかる改革を保守政治家改革を閉じ、参政党も一緒だ、神谷総平も山中泉もガナハ雅子も、思いませんか、これ全部一緒じゃないですか。その辺放火無理して触れないようにして、これ一番大事なこと、お金って一番大事じゃないですか、この世を生きていく時。ひょっとしたら愛や生きがいよりも大事かもしれないじゃない。それでおかしなことやってる人にひょいっと乗っかるわけですよ。どう思いますかね、これいいんですか、こういうので。それはもう主義主張とかの前に、あの生き方としてそれどう思うっていう。神谷総平、山中泉、ガナハ雅子、さやさんもかつて泣いてたんだよね、あの玉神事件特番の時。応援に入ってらっしゃったって話だけど、これ本当なんでしょうか。さやとかさなみとか高志水とかカーツラギとか、ああいった女子たちが出てきて、あのサナミやサヤは泣いてたじゃないですか。三橋貴明さんもいましたよね、あの玉神事件特番の時。私はあの陸前高田で冬の頃あれ見てましたから、なんか見てたっていうか聞いてましたから、なんかよく覚えてますよ。どうなっちゃったでしょうね、それちょっと聞いてみたい。あるいは参政党の諸君にももう聞いてみたい、はっきり言って。そのお金どうでもいいんですかと、参政党もそういうお金にだらしない党ですかって、5000万円ぐらいは軽いお金ですか、言ってることが良ければいいこと言うぐらい私でも言えますよ。そんだろう、実行するかどうかですよね。
しかも普段の生き様として、特に政治家は、だってそれがパブリックな公のものなんだから、そこでもうものすごい下手打って、で反省も謝罪も説明もしないって、どうやったらこんな人を応援できるんだろう。私はもう大きなハテナですよ。特に参政党の人に聞きたいね。夢ラジオ、今回は水島社長に立候補の必要だし、ありがとうございました。